浜田護国神社ってことで浜田城に来ました。別名亀山城、標高67メートル、低いね。平山城ですと浜田川に囲まれてます。あ、松坂から古田氏、あ、そうだそうだそうだ、松坂から来たんだね。古田さんがあのオリベの甥っ子、重治が甥っ子だったかな、まあ甥っ子の甥っ子が、松坂入って、でその古田氏がここに来た。5万4千石。山頂の本丸には三重櫓の天守あったんだね。二の丸には円章ぐらいや番所、時打ち番所等が配置され、まあ太鼓があったのかな。中野門と境した山麓の三の丸には御殿をはじめ、なんか御殿はこう城下にあったんだね。だから本丸、三重櫓、天守ね、天守、御三階って感じかな。あ、お屋敷下にある。あ、現在地、この辺がもうお屋敷だったんだ。へー。あ、でも作った年がもう異国寺条例の後だから、徳川のゆかりの城作ったんだね。で、まあだから上松平本田って入っていったってことで、1866年第二次長州戦争、まあ征伐の時には戦って敗れたんだね。浜田町は金星城が強い役割を、あ、その時戦ったんだ、ここ。ってことは長州が攻めてきたってことか、ここに。どうもね、聞いた話では上まで行った駐車場があるっていうふうに聞きましてね、ちょっとそこ行ってみようかなって。行けたわ、さっきの登ってきたところだ。これで降りたとこかな。あ、あ、ここだ。そこに石垣あるでしょ。あれが中野門の跡で、主閣部分と、山麓部分、主閣山麓って分けられてたみたい。で、山麓には御殿があって、で、まあ三の丸だから、この中野門より上が二の丸本丸っていう感じ。あ、ここから見れるんだね。ここから見るといいな。道はどうなってたんだろうね。ここをこう直登ったわけではないみたいだけど、今こう登っていけるけど、昔はこうさっきの中野門を通って上がる道ルートがあって、でここにはなんだろう、まあそうだな、櫓とか、まあだからまあ空間になってたのかな。御殿は下だもんね、お屋敷とか。ね、一番上には三重の、三重櫓、天守の代わりの三重櫓があって、なんならもう海に面してたんだね、海とか。で、登って五穀神社。あ、本丸、二の丸、三の丸はここよりさらに上か。三の丸、あら、中野門外の三の丸。まあだから表記が三丸っていうことなのかな。まあまあ、そういう城あるけどね。なんか、二の丸が二つあったり、あのまあ萩城とかそうだしね。ここに繋がってたのか。なるほど。そっちにも石垣がある。あ、円章蔵の車か。あ、見てこよう。あ、これ中野もこう上がってくるんだな。円章蔵の車が中野も上がってすぐ右手にある。石垣もあるね。ここが円章蔵の車。へえ。あ、円章蔵あるね。円章蔵。これね、そう。第二次長州征伐、まあ、戦争の時に、あのもう負けた浜田城が自分で火つけて、円章蔵が火薬を入れるとこだが、大爆発、ドーンしたんだって。ドーンって言ったら鳥が飛んでた。ね、ここで大爆発があった。で、ここの下に井戸跡があるって。見るだけ見てみようか。結構立派な井戸。でも、もう行けないし。あ、ここか。ああ、確かあるある。井戸ね、これ、あるね。本来中野門からはこっち上がるんかな。浜田藩追回の日。
などありますな。さあ、でこのむくり屋根のね、この特徴的なもん、これがね、津和野城から浜田城に移築したもので、で元々津和野城のもんらしい。でこれは何のためかというと、浜田県庁、そう浜田県っていうのが当時あったんだね。浜田県設置とね、だから明治のことです。県庁がこう浜田を作られるということで、津和野城から明治4年に門を含む建物、大広間なんかも持ってきた。これがそうなんだね。その後はここ浜田城に移してきて、そう浜田城の門の一つとなっているところで、まあ、当時ここに門、こういう門があったとかってことではないみたいね。なんか欠けてんね、年代もんって感じだ。すっごなんか見応えある。これが三の丸の高石垣、すっげー高い。いや、ここ満足度高いね。どっちが正解これ。こっちが正解だな。三の丸と出丸石垣、本来 こっちには進めなかったんだね。石垣があって、確かになんか階段がここがなんか変な感じね。出丸が本当はあったけど、ここに無理やり道を作ったってことか。だからここが出丸なんだね。だ出丸の石垣がこうあったってことだね。確かに今多分こう登ってきたんだと思うんだけど、こう行く道がこれで、こう折れ曲がる道もあった。まあ、こっち戻るけど、本来は行ける道じゃない。で、ここは本丸脇千人だまりということで、兵をここに、まあ、たくさん集めて出陣するとか、そういう風にも使うことができたってことでね、まあ、出丸だね、要はね。ちょっと、正規ルートに戻ろう。まあ、三の丸か。ここが三の丸。いや、ここ二の丸か。あ、じゃあ、ここ三の丸ですか。ややこしいね。三の丸。で、三の丸から二の丸に上がるために、二の門ってここにあったんだろう。二の門。立派なね、門が、ここに、ドーンと上乗ってたんだね、石垣。なるほど、こう、結構カクカク、こう直角じゃなくて、いびつに曲げるね、この城はね。それも面白い。で、抜けると正面大きい石垣があって、ああ、マス型の門を抜けた先に二の丸があったと。はいはい。でもこのマス型は表に櫓も、渡り櫓ってかな、置いて、奥には門はなかったみたいね。上上がると三重天守ね、三重櫓の天守があったと。で、この上が本丸ですね。はいはい。おお、広い、立派。お、三重櫓。三重櫓、天守。まあ、建てた時代がね、一国一条例の後だから、幕府にはばかって、あまり天守とは名乗らなかったんだろうね。まあ、実質的な天守がありて。こんな形結構平たい感じで、これ長州征伐の時に大村益次郎率いる長州軍に幕府が敗れ、浜田城が苦城しましたと。で、落城の際ね、火をつけて大爆発したんだね。ここはね、ほんとお手軽に登れる割に石垣以降とかがすごくて、ここはおすすめですね。続百名城浜田城、ぜひね、来てもらったらと思いますが、絶景かな。本当絵図通り海に面してるね。ディエゴデエスも立派な城であると報告してある。
もう本丸から下に見えるのが日本遺産殿浦港でございましたわ。ここね、瀬戸内方面と北陸方面とを結ぶ中継点。こう来てこう行く感じか、下関からねえ。瀬戸内ってね、浜田藩最大の港だったんだね。で、ここで、今津屋八兵衛、もしくは会津屋八兵衛さんが、密貿易をね、まあ、浜田藩のために鎖国の金を動かして密貿易をして、で結局捕らえて死罪になった、その会津屋さん、会津屋八兵衛氏聖徳碑があるということで、とりあえずここの下も日本遺産だから、ちょっと行ってみようかな。見て、亀山神社、浜田城主歴代の碑があるということで、ここがあるのがね、これ、郵便局の目の前、郵便局といえばさっき見た、浜田県庁の門のあった場所、県庁ここにあったんだろうな、多分ね。で、歴代の碑っていうのはどれだ？あ、これだ。あ、すごい。立派だ。あ、本当だ。あ、すごいね。歴代の碑、浜田城主歴代の碑、歴代の碑でね。こんにちは。さようなら。あー、ずっと書いてる、古田重春から、古田さんからずっと、松平さん、あー、ずっと書いてるわ。もうここに並々たる城主の魂が、祀られておるわけですが、どうもありがとうございました。浜城、いいお城でした。どうもありがとうございました。日本遺産殿浦、綺麗。あれが会津屋八右衛門さんの日かな。ってことは八幡さんの向こうのこの山が浜田城か。あ、ここいいじゃん。もう鎖国で禁止されてたけど、浜田藩のために、財政を助けるために、地方経済を蘇らせるために、勇猛果敢にその金を破ったと。で、形状の露と消えた。かっこいい言い方するね。はい、八右衛門さん、どうも、こんにちは。じゃあ最後、浜田城と八右衛門、バイバイ。